皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、今日はねオープニングで私の持ってる人形たちで遊んでる動画を載せたかなと思うんですけど、今日はねちょっとすごいね感動した本があったので、そちらを紹介できたらいいなと思って今日は紹介していきたいと思います。はい、ということで早速レッツゴー。じゃーん。はい、今日紹介するのがこのねウォルト・ディズニーさんの伝記なんですけど、これが本当に感動したんですね。だし私はもうずっと小さい頃からディズニーが大好きなんですけど、でだからディズニーグッズとかいっぱい持ってますし、ディズニーランドもね年に1回ぐらい、お金の関係もあるので年に1回行ったりとか、あとディズニーストアに行ったりとかしてるんですけど、本当にねディズニー大好きで、こういろんな物語があるじゃないですか。全部ほぼ全部かな、そうディズニーの物語知ってるんですけど、でね音楽とかディズニーはこう音楽とかがすごく素敵で、だから好きなんですけど、でねでもウォルト・ディズニーが誕生した日はというか、こう物語がねできてきた流れとかそういうの知らなかったんですね。で今回図書館に行ったらウォルト・ディズニーさんの伝記があって、でねこれをね読んだんですけど、めちゃくちゃすごい人でした。そう、こうディズニーは夢を叶える場所だってよく言われるじゃないですか。これを読んだらすごくねこうその夢の国とか夢が叶う場所とかね、そういう風に言っている理由とかそういうのも全部わかりました。でねそうこの白雪姫だったり、あとね101匹ワンちゃんだったり、そういろんな物語があると思うんですけど、その物語がねできたきっかけとか、なんかこの深いその物語の深い部分を知ることができたんですよ。そうなんかね、私の生き方、私がこう大切にしてる生き方っていうのがあるんですけど、楽しむこととか、あと夢を諦めないことっていうのが方もね大切にしていて、だからなんかすごくね共感できる部分が多くて、そうめちゃくちゃ感動したんですよ。そう今さっきね読み終わったばっかなんですけどね、はい、そうめちゃくちゃ感動しちゃって、借りてもう1日で読み終わっちゃいました。もうね読み入るような感じバーって読んじゃって、そう小さい方もね読みやすいようにこうなんだろう振り仮名も振ってあるので、そう読みやすいです。でもこう子供向けっていうわけでもなく、全然大人の方も読むことができるので、こうディズニーが好きな方はこうこれをね読んでみるといいのかなと思います。そう物語の背景だけじゃなくて、こうディズニーランドができたわけとか、あとディズニーランドができるまでの経緯とかね、そういうのも書いてあったので、ああそうなんだなとかね思って、よりディズニーが大好きになったんですね。そうなんか最初からなんだろうな、最初からすごい人ではなくて、そう普通の家庭で貧しい家庭で生まれた方だったんですけど、ここまでねこうすごいことをしちゃうってすごいですよね。そうだからなんか人生って何が起こるかわからないというか、そうなんか強い気持ちを持っていれば夢とかそういうのも叶うのかなってすごい思いました。そう皆さんとねこの気持ちをね共有したくてパッて撮ってるんですけど、そうだからこれを話すだけの動画なんですけどね。そう私が一番好きなねディズニーのキャラクターはスティッチとリトルマーメイドなんですけど、そう他なんかね全部好きなんですけど、特に好きなのはリトルマーメイドとスティッチなんですけど、そうだからさっき人形もあったんですけど、そうめちゃくちゃ可愛いですよね。そうディズニーランドすごく行きたいですね今。そうめっちゃ行きたい。なんか新しいエリアとかももうすぐできるらしいので、
ちょっとチェックして行ってみたいなって思います。そうそう、最近ねディズニーのクラシック、ピアノでね弾いているディズニーの BGM があるんですけど、休日の夜とかに聞くととてもいいのでおすすめです。そう、 YouTube とかでもねディズニーの音楽って検索するといっぱい出てくるんですよ。だからこうピアノバージョンだったり、ハーブバージョンとか、あと実際に歌ってる歌とか、といろんなのがあったので、ぜひちょっとチェックしてみたらいいのかなって思います。そう、本当ね、ウォルト・ディズニーさんの伝記、これ本当皆さん読んだ方がいいですよ。そう、めちゃくちゃなんか自分の生き方を見直すことができるというか、ああこういうことも大切だなって思えるような伝記です。はい、そうなんか学びが多かったですね。こう久々に本読んでなんか学んだというか、そういう感じがします。はい、ぜひ読んでみてください。ということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。